町の外からの抜け穴といい、どうしてこんな通路があちこちにあるのかしら。蛇の目が人目を避けて移動するためというわけでもなさそうだけど。遺跡じゃないよな。リンウェル知ってるか。下水だよ。地下にあるのは凍らないようにするためだけど、大きな町なら別に珍しくないよ。そうなのか。カラグリアには下水とかなかったの？知ってる限りではな。汚物だろうが何だろうが、不要なものは全部燃やしてしまうような国だった。奴隷の死体すらだ。燃料にもならないのに不思議だったな。あれも精霊力を取り出すためだったのかもな。すまない、こんな時にする話じゃなかった。
私強くなったかも。容赦しないわよ。シオンの力はすごいな。振るったの。さっさと片付けましょう。死の淵からだし呼び戻す。デイズデッド炎。終わりだ。死ぬよ。傷を治すわ。そこだ。アサエの手によ。やらせないよ。緑の手。冒険一戦。今だ。緑の手だ。終わりだ。あっちから。死の力よ。決めてくれたね。ああ任せてくれ。強そうな武具だね。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。勝てたか。
うまく止めたぞ。邪魔よ。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。挑発しろ。私に任せて。決めて。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。こっちの番だ。校長だね。次はそっちを手伝うぞ。ありがとう、お願い。アイストルネード。何かに使えそうだな。俺、大丈夫かな。
早速変えようかしら。この地下道の住人か。きっと蛇のメドモの仕業だよ。グズグズしている暇はないわ。こんな大物が待っているとは。なんとしても逃がさないつもりね。みんなのためにも倒さないと。自由の実用。ダノンに霊という文化もないんだ。
に任せて。天雷の一つ。ひらめけ。すごい。一方的だ。出せる。下げろ。マグナル。炎よ。巻き込め。次。ダナの精霊術。言いたいことでもあるの？敵に使う限り。いやどうしよう。倒れろ。倒したぞ。ラストイン。いやどうしよう。炎よ。終わりだ。マッチ。君たちの魔の裁きを。あっさま。終わりだ。レイヤー。なかなかの対応ね。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。私に任せて。終わりよ。危ない。なんか来るよ。みんな、こらえるんだ。シオンはっての強さだ。闇を滅せよ。緑のセンサー決めてやる。熱のディバル。はい、撃ち込め。決めてやる。熱を止められるよ。秘密は巻き込め。言いたいことでもあるの？さあ急ぐわよ。大丈夫か？ブレゴン、なんでここに？蛇の目の襲撃があったと知らせを聞いたんだ。それでもしやと思ってな。ここもいつ蛇の目が来るかわからない。安全なところに行こう。残った連中は大丈夫だろうか？メネックが何とかすると信じるしかない。急げ、こっちだ。
こういう場所をいくつも持っているのか。蛇の目対策にな。だから身内でも全て把握している者はいない。見つからないように気をつけてくれる限り自由に使ってくれ。それでこれからどうするつもり？ジルファを助けるんだよね？ああ、もちろんだ。問題は居場所だが。おい、見てくれ！よってただいまより鋭角化立ち会いのもと、カラグリアから侵入した不穏分子の公開処刑を実施する。これに伴い第2種屋内待機命令がシスロデン全域に発令された。特務及び懲罰労働従事者以外のダラ人は解除通告あるまで屋内に留まり、処刑の中継放送を視聴せよ。違反者は不穏分子として摘発される。これは命令である。今の例のジルファのことか？どういうこと？フローの話では近いうちにって。予定が早まったんだ。待ちなさい。何の算段もなしに。危険すぎるわ。そんなこと言ってる場合か。すぐ行かないとジルファが危ないんだぞ。行こうよアルペン、時間がないよ。いつか命を落とすわよ。我々も後から行く。陽動くらいはできるかもしれん。助かる。行こう、本部前の広場だ。どういうことだ？なぜ急に処刑が早くなった？落ち着きなさい。情報が少なすぎる。メネックたちがどうなったかもわからないのに。クソ！ねえ、ジルファもみんなも大丈夫だよね？とにかく今は広場に急ごう。我ながら上出来だ。Thank you.
公開処刑はこの奥か。何をしているか貴様ら、国内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。まさか論文士の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルカ、大丈夫だよね。ああ、早く片付けて立つんだぞ。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。見えた。はい、よくないから。援護要請。試してみましょう。逃げろ。失敗。とりあえず私は妨害を頼む。あっさとめ。投擲試す。我が秩序のもとに生きることを許されし、全てのものに命ずる。我スルド、ガナベルとファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者がある。企てが愚かなら、それを隠し仰せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと。お前の仲間はどこにいる。それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみる。そろそろ下も遅れてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。
ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、親父。ロウ、お前。なんでこんなこと俺が。今昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー！お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない。仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。スルド・ガナベルト。マスター号の輝きは、これは…もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア、一体。
親父！マスターコア同士の共鳴とはこれはしたり。ご苦労だった。下がれ。まさか、それじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアの次のガナベルド・ファルキニスだ。エナのスルドがただの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる手狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。見えられると思うな、反逆者どもめ。なんと、ジルファも戦わずに脱出は無理よ。アルフェ、まとめ。応戦完了。決めろ。終わりよ。終わりだ。答えを超える。やっと。怪我人を守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追っ手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ。一刻も早く隠れ家に行こう。目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル、ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから…ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺はお前に…
冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロー、ガナベルトの奴をぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの敵を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。いいこと。やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びだ。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ方。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。